こんばんは、4代目ケンケンです。今日は 7days to die をやっていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで録画してたんですけれども、うまく撮れていなかったので途中からにはなりますけれども、あの高い建物の今5階あたりに、来ております。はい、ここからのちょっと中継にはなりますけれども、ご了承ください。なんとなくね、面白そうな感じがしたので途中からですけれどもね、ゲーム配信していきたいと思います。はい、やはりねゾンビがたくさん出てきますので、安心することができません。はい、何回も死にかけておりました。はい、この辺りもちょっと要注意ですね。はい、あの奥とかね、結構道がくねくねっとなってまして、うまくねまっすぐ進めないような状態になってますね。はい、で突然わけのわからないところからゾンビたちがうじゃうじゃとやってくるような感じです。先ほども5、6体ゾンビたちが押し寄せてまいりましたが、なんとか死なずに済みました。はい、今はとりあえず静寂を保っていますが、いつ何時ゾンビが訪れてくるか分かりません。はい、あそこにすでにいますね。はい、あ、というような感じでどこらかしこにもいますね。とりあえず使えるものはいっぱい使っておきましょう。はい、喉が渇いてますということで瓶詰め飲んだら水分の補給にはなるのかな。これならなそうですね。これは単純な感染症の予防だけだったようですね。それからこの辺りは全部、病院の中みたいな研究所ですかね、多分。ということはやはり来たことはなさそうですね。最初銀行かなと思ってたんですけれども、どうももうゾンビたちが感染、あ、ゾンビじゃないな、人間か、人間たちが感染して、でまあ、研究したりするようなところなんでしょうかね。はい、でこの辺は見えないし硬いので、さてどっから次の階、先ほどの非常出口から上がっていくような感じなんでしょうかね。あ、ここまだ来てなかったですね。緊張感が走りますね。ここ来てますね、来てますね、ここは来てます、来てますなっちゃいますけど、こっからは出れるのかな。喉が渇いたということで、一応外を渡って、あ、もうでもほぼほぼ上ですね。なんかそうかな、ビーカーか、これがさっき外から見えたところでしたね。
上にはまたどっかから多分上がれると思いますので、一旦戻ってみましょう。非常口からさらに上がって、ほぼ屋上かなこれで。あ、そうですね、はい。やたら喉が渇くようですね。屋上ということはゾンビたちがたくさん、ここもいいものがたくさんあるんでゾンビたちがいそうですね。えらく荒れてますが、まずは中から見ていきましょうか。これはカートで行けなくなるようにしてるのかな。壊したらいけるでしょうか。どこも硬いですねこれは。ここは無理だ。動画途中で折れてますね。どこだ？あ、来た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 。うわ。あ、後ろからもいっぱい来てる。わーわーわーっていうのは鳥も来てるのかな？もしかして。え？嘘嘘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 。これだけ来たらちょっと無理じゃない？が、やっぱりあー残念。はい、もう一度頑張ってみます。はい、ここでしたね。はい、建物、熊がいますが、犬も来てるし、あ、ちょっとやっぱり怖いですね。あの犬は何をしてるのか分かんないけど、はい、捻挫をしてしまいましたね。せっかくね、上まで上がれてたのに、やはり、あ、ここにもいる、クマが。あ、上からもなんか落ちてる。え、これって、あ、血。深い傷。擦り傷は治療済みですね。はい。え？どうも、きっと屋上に行ってたのがどんどん落ちてきたような気がしますが、3階、ここでブロックを壊したはずですね。はい、
で、このブロックを、はい、ここで取っておけば、下からは来ないはず。あとは屋上の、こっち側からは登ってなかったんですね。ということは行けるところもあるのかな。まあこのままこっちから上がって行ってみましょうか。先ほどはここでしたね。やられたのがいっぱい出てきたっていうのは、この階段から上から降りてきたんでしょうね、きっと。やっぱりこの鳥は間に合うか。まだなんか言ってますね。あ、出た。危ない。かろうじて何とか耐えれましたね。捻挫はこれでも治るのかな。これは体力回復か。捻挫、自然治癒かな。先ほどもこの砦でやられたんですね。よく耐えてくれました。体力回復。なんか食べとこうかな。チリドッグ。あ、間違えた。健康の方だから。違うわ。間違えた。まあいいか。はい。健康度。これですね。はい。やられなかったのはラッキー中のラッキーでしたね。もう中にはゾンビたちはいなさそうですね、きっと。まあ、あの鉄塔がちょっと気にはなっておりますが、どうなんでしょう。上からだいぶゾンビたちは降りてきたので、ちょっと上も見とこうかな。うん、多分全部のゾンビが降りてきたみたいですね、さっき。今のところはここら辺は、あとはそこのね、宝ですね。この鉄塔の上に何かあるのかな。まあ何かいいものが、密輸
あ、密封だ。タイヤとガソリンと、これはチェーンソー。接近ダメージ 5.8、 ちっちゃいんですね。まあ一応ちょっと持ってみようかな。チェーンソーもう解体しようか。タイヤはまあ多分捨てるでしょう。2番。ああ、なるほど。結構面白いものありましたね。かぼちゃ、ビール、パン、今んとこはいいか。これでなんかするときは、あ、もうこれでいい。でもガソリンを結構使うんですね、これは。ということは今のところは必要にしときましょうか。これでとりあえず反対側も来たことになりますかね。多分。一応登ってみようかな。そしたら途中があれ登れないんで、壊さないとダメだ。落ちてくることでなんか怪我しそうな気はするんですけれども、まあ一応大丈夫でしたね。こっからはしご、はしご、はい、10個ぐらいでもう空きスペースが結局なくなってしまうんで、タイヤを捨ててしまうことになりましたが、はしごはちょっと下がって、つけれるのかな。この続きにはしごつけたいんですけれども、ここになるか。これでよ、分かりづらい、分かりづらい。やはりフレームの方がいいですね。もうはしごは一旦解体して、これで、これで、この上登るには、また壊さないとダメなのかな。うわ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 。まあ予想はしてたものの、これで、どうなんだろう。上まで登るにはよ、よいしょ。
あれジャンプ一応登っこよ、はしごがあそこにあるからあそこまでは フレームをつけてはしごをつけるでしょうか。あまりよくわからないやこれはもう毎回ながら愚痴言ってもしゃあないんですけれどもね、え自分のやり方が分かってないんでまちまちまちょっとボックスを置いていくことをお許しくださいよ。あ、もう登れるのかな、もしかしてこっからは。あ、いけた。バックはあったけどもチェストアーマーはそんなに強くないということで、もうこの上は多分何もなさそうですね。それこそはしごを出るのかな。ここまでは今行けたけど、その上そこは行けたけど、ここがはしごがつけれないという。向き、あ、落ちてしまう、落ちてしまう。最後に1個まだありませんでした。これでついに鉄塔に登りきりましたね。これはこうすぐ壊せるのかな。卵がいてたから鳥がいてたんですね。はい、一番高い塔なんでしょうか。もっと高い塔ねあったと思うんですけれども、今日は曇りで残念ながら見れません。はい、まあかろうじてね、頂上までは来たということで、まあなんとか成功は成功なんでしょうか。途中にちょっと、気になるなんかね宝物っぽいのがあったような気はするんで、それはちょっと見たいと思います。はい、おりましたけれども、まあいいや。無事に鉄塔まで全部登りきりました。なんか隙間から見えた宝物があったと思うんですけれども、あ、これですね。これここはあスイッチがあるやん。
ファイター、はいはい、この横から入るんだったんですね。すっかり忘れてましたね。いいものがあるんでしょうか。ホストは紙だけですね。弾丸ちょっと欲しいんですけどね、弾が少なく今なってたんで。あと捨てれそうなものは今んところはないか。また後で考えましょうかね。とりあえずこのチェストを開けてみましょう。結構硬いですね。開いた。あー、いろいろやはりありましたね。スパゲッティのレシピまでありましたね。あとはグリップ、これは多分ショベルに使えるんじゃないですかね、やっぱり ね。それからこれ27、こっちが17だから、これを改造して、ああそうか、空きを作らないと無理なんだ。これはこうして、で改造で、これとで、ここに改造でつける、あともう一個、でこのシャベルは解体で、鉄鋼ショベルを、これでとりあえずいけたんですかね。でもいろんなキットが、これは持って帰りたいんですけれども、買いたい、あそうか、木材があったんか、あといらないものね。金銀、まあ玉はまだあるからいいか。ショットガンが少ないんですよね。でも木材はいるし、困ったな。コーヒーを飲んじゃえ、もう。これだけ飲めば腹パンパンですね。それからあとはこれ感染症のはずですね。軽度の感染症、これには薬を飲まざるを得ないですね。 13% なんで、あとは感染症の治療、あと残りの時にまた飲みましょうかね。これは、はい、治療をして、こんなとこですかね。ここは、ビタミン剤、はい、いろんなパーツがあるんですけれども、ちょっと作るには作れないんで今ね。もうあとはこの箱だ。パーツ修理キット、どれか修理しとこうか。これで持ってってこっちですね。
電気タイマーリレーの本。はい、これでこの中は一応全部取れましたね。途中になんか残ってたような気はするんですけれども、降りていきながら出口はこっちにもあるのかな。これは違いますもんね。この非常出口は特に決まった非常出口じゃなさそうですね。外に出るための非常出口で、あとは階段で下まで、7階とかなんか気になって、これはでも向こうから見えなくしてただけだったんですね。これは固くて進めなかったような、この中は、あ、ここから入りましたね。向こう側はエレベーターがあるんですね。そこにこれが扉があって行けないと。ここら辺を壊してもちょっと大変そうですね。ここも、ここも、どっかから行けたはずなんですけれどもね。外から回るとかでしょうか。ここら壊して。まだここの方が壊しやすいですね。もう少しですね。5000、やっぱり3000か。まだマシか。しゃがんでは入れないもんな。もう一個壊さないと。でもトイレになってるので、もしかしたら場所が違うんでしょうかね。どうなんでしょう。違ってたらごめんなさい。こっちからでも回れそうな気はするんですけれども。よっ、あと1回。そうですね、一応これましたね。これだけれども、特になんか飲んで、ハッカー、廃品回収、脱獄臭、ピックロック、体力、今のところは良さそうですね。そうですね、こっから入ってきましたね。で、この下が一気に地下まで降りるかどうかですよね。こっちに来た割には大したものが、おー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 おお。ここ来ましたよね。反対側から行って、
うん。なんか来た割には大したことなかったですね。そっか。もう、ここ、終わってる。と、みなしましょうかね。ここら辺も、なんか来た記憶がありますもんね。はい。ということは、もうあと降りていけば、本当に終わりなんでしょうか。5階も、あっち側、もう通ったような気はしますね。こっちから回ってね。ワオワオ言ってるんで登れなくて、あ、やっぱりいた。わあ、上から。やっと2階。帰らないでくださいね。はい。で、はい、2階に無事たどり着き、あ、最後の熊が見えた。どっちの方がいいかな。こっちか。やっぱり。はい。あ、まだちょっと怖いな。いる。いるいるいる。安心して宣言できるかな、これで。はい。東のビル、はい。無事、制覇いたしました。はい。ちょっと大変でしたけれども、なんとかクリアできました。続いて、また向こうにね、ウォーター、ワークスかながありましたので、そこをね、また次回やってみたいと思います。それでは4代目ケンケンでした。バイバイ。